はい、どうもティーズです。前回の続きをプレイしていきたいと思います。確か研究棟に行くんじゃなかったかなと。お、なんだあのびっくりマーク。ほいほいほい、なんですかあなた。ふんふん、対空砲の近くになんかモンスターがいると。あ、依頼ですね。なるほど、びっくりマークついてるやつが依頼を。なるほど、ちょっと見回ってみるか。基地おっす。はいはいはい、まあそうですね、あんなでっかいのが戦ってると。おう、隊長、気合が足らん、すいません。お、なんかいますよ。黒系の武器。ああ、ヘルダイブルクルーみたいな。やっぱこのジャンプ力。うん、こいつも依頼を。ほい、あれ、え、消えた。嘘、え、どっか行った。あれ、嘘、え、なんでいないの。忍者、え、彼忍者なんじゃあれ。どうしようかな。さて行こうか。いやでもまだ行ってないところもあるし、こっちは何かいるんですかね。おう、まあそうですよね、夜の見回りなんて大変そうですね。お疲れさん。モニカ、はーい、知らないよそんな、あんたの好きな人なんか。はいはい、ヘイトを考えながら戦う。すいません、全く考えてないです。こいつもなんか依頼ですね。なんかモンスターを倒せた。へえ、なるほど。お、なんだこれは。しかもなんかいる。はっ、サボってたんかこいつ。なんてやつだ。サボタージュ良くないですよ。まずは戦ってみることだな。いやいや、めちゃくちゃ強い敵だったらやられちゃいますから。お、こっちから行けるか。トゥー、いけなーい。はっ、お、夜になっちゃった。まあ、いっか。とりあえずね、研究棟に行ってみますか。さあ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 、ここですよね。お、ロケーション発見。研究棟、お、なんかいる。そんなこと言ってもなかなかないですよね。ん？大丈夫かな？お、ここみたいですね。お！あれじゃないですか。あの、なんか剣じゃないですか。よーし、ルク、元気だったか？ディクソンさん！お？いつ頃に戻られたんですか？あ、やっぱ生きてたんだ、この人。ついさっきな。そんなことより、シルク。モナドの研究の方は随分進んでるようだな。あ、研究してるんですね。正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。あ、この人もやっぱ研究してるんですね。できるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。やつ以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか、ここに書いてある拡張機能というのは。まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。ま、そうなりますよね。この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。ん？あの、あれですか？英雄様ですか？ダンバンさん、そんな顔するな。まだ生きてるよ。シュラ君、
え、何？おう、あの剣なんか湯気出てません？俺としたことがモナドの力に振り回されちまった。それでもな、守ったぜ俺たちの未来。後のことはお前に。ダンバンさん、託された。さてと、俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろ。だからそんな心機臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。いやー、ディクソンさんいい人ですね。お、生きてた。ああ、なるほど。起きてる？お兄ちゃん。なんか手が動かなくなっちゃったんですかね。ああ、食事か。わざわざ持ってきてくれなくても、呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え？シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。この辺は割とベタな設定なんですかね。ありがとう、お兄ちゃん。いやー、いい兄弟ですね。おお、あ、やっぱり動かなくなってるみたいですね。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。お弁当を食べてもらう。なるほど。ストーリークエスト達成が必須です。はいはいはい。ま、それそうですよね。なんかあるかな？ない。あ、こいつもすごいジャンプ力。よう、フィオルン。ディクソンさん。どうしたらそわそわして。フィオルン。急ぎのようでもあるのか？うん。シルクに食事届けなきゃと思って。これから研究棟に行くところなの。シルクだったら今行ってもいないぜ。え？外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園？多分な。そっか、ありがとう、ディクソンさん。ディクソンさんいい人だな、おい。アイコンがある。どこだろう。丘の上の公園なんてあったか。
どこだろう。こっちとかかな。なんか面白いなこいつのジャンプも。怪人が正義の味方に襲いかかるみたいな。キーみたいな。うんうん、エーテル。なるほど、この光とか電気っぽいのはエーテルで光ってるんだぞと。ん？なんだなんだ。こいつもクエスト。はいはい、鱗ね。なんかモンスターを倒せと。そういうことですよね、多分。あらまあ。あらまあ。まあそうですよね、あんなジャンプしてたらあらまあって言っちゃいますよ。ええ、あれ？間違えたかな。どこ行けばいいんじゃ、どこに行けば、ん？ゼムジーの露天商、どこだ？あれか。うんうん、なんかすごい、ありますね。いいの？難しい話にいいの？ほうほう、エーテルジェム、なんだ？ほうほうほう。穴の開いた。ああ。ああ、なんか武器にはめ込むのありましたね。ほうほう。入社アイテム。なんかゲットしました。ふん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 。もらったジムを装着してみましょう。あ、間違えて話しかけちゃった。ふんふんふん。とりあえず、ちょっと装備してみますか。あ、間違えた、これ、あれやね、スキルだった。こいつかな？うんうん、あったね。空きスロット。HP アップ？筋力アップ。どうですかね。幅的にやっぱ、攻撃力アップの方がいいのかな？ナイスチョイス！間違えた。メニュー開いたままに入った。うんうんうん。なるほど。こっちはどうだろう。こっちかな。この国なんだか怪しい。なんだそれ。敵？敵がいるのか。え、こいつら。え、いつ実行？盗賊？なんだなんだ。おっさん。大儲けしている。え、なにこの人の盗賊かなんか？やはー！やはー！いい家に住んでる。こっち何もないですね。登れもしない。どこ行きゃいいんだろうかな。まあ、あの盗賊集団みたいなのちょっと気になりますけど、まあ、それは。どこ行けばいいんだ？なんかそんな、多分びっくりマークですよね、マップの。あれ？でも行く道ないですよね。外出てから行くのかな？南側に行けって感じですよね。多分。ん？こっちかな？あ、あれ？かな？あれか。おう、親切に表示してくれるんですね。しかし。俺はまずアイテムを拾いに行くのです。 Yes Yes Yes。 この辺はあれですね、襲ってこないのがいいですね。サシベリア、あっちですか。ふん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 。いやーでもいいですね、やっぱこの音楽とフィールドのこの広大さいいですね。あ、てかこのアングル良くないですか。おっと、アイテム直すとこだった。なんかすごい壮大な冒険してるみたいな感じですよね、このアングル。うんうんうん、いいですね。ほうほうほう、タンポコタンポコ。うんうん、なんだこっちは。これでもまあ、とりあえず進みますかね。これなんか、
アングルに気をつけてね。でもその先に何があるかわからないっていう。ブルーチェーン、お、これモンスターかな。まあいいや、やっぱちょっとアングルに来ろうとするとあれですね、先が見えないとよ。鬼神兵の強固な装備をいとも簡単に切り裂いてしまう剣、モナド。遥か昔、僕らの住むこの巨人界の神が振るっていたと伝えられる剣。あの剣には秘密がある。だからこそダンバンさんはあれほどに鬼神兵を倒し、そして右腕の自由を失った。あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク、フィオルン、美味しいよこれ、すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう毎日それなんだもんな。そうかな、いつも美味しいけど今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん、よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え？ううん、なんでもない。結構ベタな関係ですね。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。スルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。まあ続かないのが RPG の常ですよね。ええ。え？もう平穏崩れるの？早くね？最近は減ってたのにね。ああ、びっくりした。敵がもう攻めてきたのかと思った。おお。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから、研究棟に帰ろう。ああ、なるほどですね。巨神兵。巨神兵じゃねえ。ここは巨神の上に立つ大地。太もも付近なんで上から降ってくると。ははストーリークエストの結果みたいなのも。へえ、いつもより美味しいと言ってくれた。何？コミュニケーションができるようになりました？あれ、街の人たちだけじゃないんだ。励ます？なんだそれ。あ、助ける。なるほど。へえ、なんかアクションゲームとかにある感じですかね。蘇生させられるんですかね。絆トーク。リーダーが変更できるようになりました。はいはい。なるほどね。ていうか、シルク動かしたいです、自分。んで、まあね、ちょっと。シルクいるんだったら、どうせならシルクにね、攻撃担当させたいですよね。ふんふんふん。こんな感じですかね。二つ空いてますね。いいですね。どうやるんだ？こうかな？違うな、こうか。はっ！はっ！お、これでシルクですね。はいはいはい。お、アイテムやっぱあった。ブラッキー。てか、なんか変なマークありましたね。あれか。あれがなんか、絆なんとか。あ、トーク。ふんふん。あー、なるほど。調べたって。なるほど。ああいうマークがあるんですね。
あ、某ゲームのプライベートアクションみたいな感じですかね。なんだこれ、わかんない。何この選択肢。え、あ、間違った。適当なこと、すいません。そんなことできるわけないじゃないとか言われちゃってる。え、これはあれですよね、下を選んだら調子こくんじゃねえみたいな。なるほど、こんな感じで絆が増すわけですね。なんですかね、絆増すとなんかあるんですかね。うん、うわ、いた。さっきやりましたね。ちょっと戦ってみますか。9名戦闘します。あは、正面向いちゃった。あー、すっげー動いてた。フィオルン武闘派やん。大体こういう幼馴染の女性キャラって回復役多いんですよね。あー、あれか、某 FF のティファみたいな。オーラ出てましたもんね、アッパーカットみたいなするとき。格ゲーかみたいな。ちょっと戦闘してみますか、いくつか。あれ、あー、2回。お、今度はタッポ早っ。うわ、なんか出てきた、びっくりした。よし、疲れた。そんな動いてなくね。そんなスタミナで大丈夫。これから冒険するんでしょ。おお、やっぱこんあれですね。お、あったあった、これですね。見れないんかーい。表示されても見れるわけじゃないんですね、確実に。へぇ、なんかいました。ふん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 。さっき行ってきたばっかりですよ、公園は。ほうほうほう、憩いの広場。いやー、町ですらまだ行ってないところあるんださ。こりゃ、ワクワクします。ほんとに。いやー。お、クエストですね。うん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 、なんかモンスターを倒せって感じですかね。要するに。ありましたね。あの、激突動向のやつですね。はい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 。乗りてー。乗れませんよねー。うんうん、まあとりあえず行ってみよう。おぉ。ついてきてますね。うわぁ、やっぱすごいなぁ。広大なフィールド。ん？なんか見えてきた。なんだこれ。あ、モンスターではなく、あー、なるほど。荷物を運ぶ馬みたいな。ふんふんふん。こっちは？お、いたよ。すげぇ。超決めてるよ、この人。ふんふんふん。指輪を見つける。なるほど。いきなり完了したー。もう見つけてたー。血が飛び交うほどの喧嘩は回避できたって。シルクを守るわ。お、レベルアップ。というか、フィオルンの方がレベル高え。守るは、まあそうですよね。レベル高いですもん。なるほど。アーツは自然に覚えていく。本当に？高いところが水って相当な衝撃になるんですよ。さあさあ、うん、なんだ。ほう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 。さあ、ガンガン話しかけていくスタイル。異常なし。秘密を感じる。知り合い10人。なるほどですね。うんうんうん、何それ。強そう、なんか。
もう絆コインゲット。まあとりあえず、進んでみますかね。あったかな。でもすごい受けましたよね、依頼めっちゃ受けてる。あ、なるほど、相当ができると。あ、進行中はねえと。はいはいはい。いや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 、ん？誰かいるぞ。ライン？ライン！何やってるんだ！収録！あ、いや、これは…え？おい！あ！あ！あ、そういうやつなんですね。ちょっと！嘘！え？ライン！あれ？あれ？なんともないのか。なんか俺フィオルンと同じこと言っちゃいましたね。大丈夫？ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって？私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろう。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん。頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体、まだ痺れてる？モナドをしまい込んである理由、わかったろ？ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしてもモナド、人は切れないって。その円の中に書いてある模様、文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。というか切れやすいのはそうですもんね。そのままやったら文字なあ。この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって。まあそうなりますよね。今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。あ、ごめん。え？え、何？ほんとモナドがねえか弱いよな、てめえらは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い敵だ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。やめろ。何？シュルク、ねえ、シュルク。どうしちまったんだよ。ライン、フィオル。大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時、何か見えなかった？何かって、さっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで。時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか。なるほど。やっぱり変よ、これもモナドのせい。確かに変ですよね。さあ、どうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった、ライン？おお、そうだそうだ。あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、
付き合ってくんないか。懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの、殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。殴った。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か。そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って、なんかそんなこと言ってましたね。あの大きな機械のこと。うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ。なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ。あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど、シュルクが怪我したらどうするのよ。ナインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも。分かった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ナインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。なるほど、遺跡に行けと。おお、なるほど、ラインが仲間になると。おお、アーツのレベル。ああ、なるほど。これで解放されるんですね。ふんふんふん。ちょっと早速、見てみようかな。お、ほいほいと。おお、アーツのセット。レベルアップみたいなのができる？おお、なるほど。ポイント。ああ、なるほど。振り分けて。ふんふんふん。でもあんまりポイント持ってないですね。まあ、そりゃそっか。なるほど。あ、範囲攻撃もいいけど、バックスラッシュ威力高いんですよね。ぬいてっち、お、やっぱキャラも変えられると。吹き飛ばす。物理ダメージ、軽減。なるほど、それもいいな。ヘイト。でもあんまり溜まってないですよね。ああ、敵の攻撃力を下げる感じかな、筋力を下げるってことは。でもやっぱライトヒールかな。回復大事ですもんね。だってこのゲーム、回復アイテムないですもんね。おう、上達した技。なんだろう、次、隣はなんだこれ。なんだこれ、水術？なんか、復活 HP？ 回復量増加。あ、なるほど。テンション？何ですかテンションって。抜刀絆時。素早さの魔風。格上か。なんだ？クラフトがどうこうとか。なんだこれ？エーテル防御。なるほど。誠実っていうのはパーティープレイみたいな感じで、迫害っていうのが回復で、直感が攻撃寄りみたいな感じですかね。あれ、覚えられない。覚えられないのかな？覚えられない。まだ覚えられないみたいですね。ラインも。今回、切りがいいんで、この辺にしますかね。次回、遺跡に行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。ではでは。